タンタタン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 。ハッピーバースデーとモモ。ハッピーバースデーモモ。ハッピーバースデーディアモモ。ハッピーバースデーモモ。おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ。思ったら今日お肉いっぱい飲むの。どうか。どうか。お肉とタバコとさつまいもが入ってます。いっぱい食べてみよう。完食かしら。で今ブルルルってなってポトって落ちた。赤ちゃんも今日早いね。なっちゃったな赤ちゃん。口についてるよ。口についてるよって思う。ブロッコリーが全然取れない。取れないね。くしていいよ。おやつを10個くらい隠してるんですけど、まあ一番簡単なのはここですね。もう見えちゃってますからね。他にはこのハトの中に隠したり、あとはここに隠したり、ここに隠したり、こことか、こことか、ここにもありますね。ママ、今挑戦者のママさんがパパに抱えられてやってきました。ママさん、今からおやつ探しに挑戦していただくわけですが、
意気込みの方はいかがでしょうか。そうですね全力で頑張ります。全力で頑張るということで、それではママさん、おやつ探しスタート。早い。まず一つ目をゲット。うまく取れないか。お花の中に隠されたおやつゲット。そして次は雲の中にあるおやつも見つけた。早い。このペースでいくと全部見つけるまでに1分かからないかもしれません。そしてお次は、お、一番簡単なやつがあるのに、そのさらに先の難易度のやつを探しています。3つ目ゲットです。そしてそこにはないぞ。観客席のクーさん、いかがでしょうか。そうですね、今のところ勝敗は分かりませんそして四角の中にあるやつも見つけた。これ何個目だ。5個目。5個目ゲット。次々見つけていく。すごいぞママ。その中にもある。見つけた。桃に資格はないのか。いや、一番簡単なやつが残ってます。桃さん、一番簡単なやつは最後に取っておくというこの余裕、さすがです。そして、あ、大きいやつが実はこことハートの中に大きいやつが隠れているんですが、それも最後のデザートに取っておくのか。まずは小さいやつからくまなく探していく。そこはさっき探したぞ。そこはさっき探したぞ。そこにはないはずなのですが、必要に漁っています。見つけた。簡単なやつ見つけた。さすがママですクーさんが僕もお助けしましょうか。お、雲の中に隠されたもう一つも見つけました。さらにまだあと2つぐらい残ってるぞ。頑張れママ。大きいやつ2つも見つけてない。お、また見つけた。ビッグチャンスがあと2つ残っている。ここで天がやってきた。頑張れママ。あー、でかいやつの1個目を見つけました。うわー、ちっちゃいやつもゲット。あと1個でかいやつ見つかったか。見つかった。イエーイ、全クリ。桃たん全クリです。おめでとうございます。観客席のテンさん、いかがでしたでしょうか。そうですね全部パパのことで、まあ良かったんじゃないですか。まあ良かったんじゃないですかとのことです。さすが勝者の余裕。場内を縦横無尽に歩き回っておりますいや、破壊されそう。おめでとうございます。初代チャンピオン、ももさんでした。まだ探してる。またやろうね、もも裏っ側まで探してる